いや、めちゃくちゃ久しぶりなんですよ、この辺り。あ、はい、ここの駅に行く道は多分2億回ぐらい通ってます。ずっと下向きながらこうやって歩いてたんで、その感じがずっと染み付いてますね。小林さんと会うのは久しぶりですね。数ヶ月ぶりかな。ちょっとどんな感じになるのか予想ができなくて、めちゃくちゃ楽しみです。星野さんとお話しさせてもらえるってことだけ聞いてて、どういう番組か分かんないんで、ネットフリックスも僕多分初めてなんで、まだ信用してないですね。本当なんでしょうね、これ星野さん来てくれるのは。あの、僕は英福町なんですけど、相方が住んでたから、この高架下であのネタ合わせしてて、なんかあの金網のところにネタ帳を立てかけてやってたのを思い出して、すごい嫌な気分になってます今。